青い森鉄道駅舎三沢駅は、青森県三沢市大畑犬落とせ畑古間木にある、青い森鉄道青い森鉄道線の駅である。2012年3月31日までは、ドアラ観光電鉄が乗り入れていた。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを持つ、地上駅。青森県内では、数少ない京上駅舎を有する。 日本国有鉄道、東日本旅客鉄道時代は、特急、急行列車の停車駅だった。直営駅。青い森鉄道転換当初は、八の駅管理であったが、現在は、駅長が配置され、再び管理駅となり、下田上北長官の各駅を管理する。出札窓口、自動券売機、待合室、改札口がある。また、青い森鉄道では、 初の旅行代理店、青い森旅ショップ三沢が2011年6月14日に開設された。JR 時代に営業していた三沢駅旅行センターの建屋をそのまま使用し、JR 県の取扱いは三沢駅窓口からこちらに移された。なお、駅舎新築工事に伴い、旧町合室、清ク部分に移転している。青い森鉄道三沢駅西口に隣接する場所に、 電車が発着していた元駅のバス待ち合室があった。東端式ホーム1面2線を有する地上駅であった。ただし、乗り場に番号は付与されていない。通常は西側のホームを使用するが、回送電車などが停車して使用できない場合は、東側のホームに停車する。かつて二両編成の列車では、とはだし寄りの部分がホームにかからないため、 三沢寄りのドアより降車する措置が取られることがあった。その後ホームが拡張され、そのようなことは起きていない。駅舎内に電車出発口、自動券売機2台バス出発口、蕎麦屋がある。JR、十鉄貨物受け渡し線が駅南側にあったが、後に線路が撤去されている。昭和時代には2階に喫茶店や案内所があったが、後に2階部分は閉鎖されている。 一階も、かつて売店が設置されていた場所に自動販売機が置かれており、売店の商品は蕎麦や、当鉄駅蕎麦で販売されている。当鉄駅蕎麦は廃駅となってからも営業を続けていた。2019年、駅前広場の整備事業に伴い駅舎は解体された。駅舎解体に伴い、当鉄駅蕎麦は一時的に近隣店舗に移転した後、 2020年に開業した、駅前交流プラザミから来る施設内に、当鉄駅蕎麦三沢駅前店として2020年8月7日、再オープン予定。かつて併設されていた日本貨物鉄道の駅は、取扱廃止時点で、車扱い貨物の臨時取扱い駅となっており、貨物列車の発着もなかった。貨物設備はなく、専用線も当駅には接続していなかった。かつては、 駅から分岐し、在日米軍三沢基地へ至る全長7 9トルの専用船があった。八戸線の本八戸駅から米軍向けの石油輸送が行われていたが、2006年6月に終了し、終了後専用船は北側をまたぐ青森県道170号、天が森三沢線立橋の先で断船している。また、太平洋戦争前までは上記の専用線は、 基地の先、三沢市後川目付近まで伸びており、三沢鉱山からの砂鉄搬出のために使用されていた。廃線跡は、丘三沢八丁目付近から、三沢空港前、サークル系浜、三沢店前にある、青森県道1 7 5号天が森三沢線と、交差し、田園地帯を北東方向へ斜めに横切る道路が、該当する。ただし、廃線跡の遺構はほとんど残っていない。 出店は2010年度までは JR 東日本2011年度以降は三沢市統計所による三沢市の代表駅であるが市の中心部は駅から北東 2km ほどの場所に広がる駐車区出店ありがとうございます